さあ、世界一のマイラーを決める90秒のドラマが極東の舞台で繰り広げられます。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。5番ローニアプローチ先頭、そしてその後ろから8番ムーンファティール、2番ソビエトスター、9番ベルクスピネル、その後ろ3馬身くらいあって4番キャンボードクリフス、それからハットトリック。さあ極東の難所ブリーダーズブリッジに差し掛かります。それからロックオブジブラルタル、ポエッツボイス、フェアリーキングプローン、内を通ってエレクトロニックユニコーン、その外スーッとドンペリーノセントが上がっていきました。1番人気のゴールデンチャオは後ろからという展開であります。先頭を行くのはムーンファティール、2馬身リード。さあ90秒の最速劇場も、あとは最後の直線を残すのみ。先頭を行くのは8番ムータティール、内からはロングアプローチが来ている。ムチが飛んだ、ルメールとゴールデンチャオ、先頭オランドとムータティール、内から1頭ロングアプローチ、内からはロングアプローチが来ている。黄色い帽子ロングアプローチ先頭だ。1番人気のゴールデンチャオは果たして、おお来た来た、それ行けゴールデンチャオ、ムチなどいらぬ、おせえゴールデンチャオ、やったやった、 SWBC への夢が広がる。獲得賞金は4万5000枚突破。